ラビ LJ730、L ラビ LS550、C ラビは日本電機のパーソナルコンピュータを含めた個人向け製品のブランド名。2011年以降、レノボ参加で NEC の関連会社である NEC、パーソナルコンピュータが企画、開発、製造を行っている。1995年、Windows95 の発売を機に、 PC-9821 シリーズのノートパソコン98ノートラビとして発売されるが、PC-9821 のシェアが落ちたことから、1997年以降は、PC-AT5 換気の仕様に変更された。PC-98NX を機に、ラビは国内パーソナルユーザー向けのノートパソコンとして販売されていた。2004年春モデルで、 発売以来初めてブランドロゴが変更されて2代目に移行した。2015年に発売20年を迎えるとノートパソコンに加えて2014年秋冬モデルまでバレスターのブランド名で発売されていたデスクトップパソコンを吸収統合して個人向けパソコンのブランドに再定義し主要搭載アプリにもラビを関するようになった。2015年夏モデルで大文字表記の ラビに改めるとともに、ロゴマークも約11年4ヶ月ぶりに変わり、ロゴの左側に2つの直角に等辺三角形で構成された W トライアングルを組み合わせた三代目へ移行した。なお、ラビとはフランス語で生命という意味である。ラビの機種一覧を参照。2008年6月10日、NEC は、ラビエル、カイ、ラビ、G タイプ L、 タイプ F の一部製品で液晶ディスプレイ接続部余裕が少ない状態で組み立てられたことにより異臭、発炎する可能性があると発表した。対象は2003年5月から2004年8月にかけて出荷された製品となっており、これらの製品のうちの一部が液晶ディスプレイの一時的消灯、点滅といった予兆後に液晶ディスプレイ取り付け部からわずかな異臭。 発煙が発生する可能性がある PC98 NX シリーズイメージキャラクターを参照。ありがとうございます。